ビロビジャン愛駅ビロビジャンは、ロシア極東にあるユダヤ自治州の州都。人口は約7万人。ハバルフスクの西方約150キロメートルに位置する。中国国境近くのビラ川、ビジャン川沿いにあり、ビロビジャンと命名された由来となっている。1912年にシベリア鉄道が開通したが、都市が建設されたのは1931年のことで、あり。 同市は、スイス人の建築家、ハンネスマイヤーによって設計された。シベリア鉄道のビロビジャン愛駅があり、ハバロフスクからの所要時間は2の3時間である。本線の他に、レニンスコへに向かう支線がある。鉄道とは別にハバロフスクへ向かう、長距離路線バスもある。過去に数千人のユダヤ人がビロビジャンに移住した、一方、孤立した地域性や、 生活の困難さからほとんどは定着しなかった。第二次世界大戦後のピーク時には、ユダヤ人の人口は3万人に達したが、最近はわずか2000人ほどであり、人口の約2.5%ほどに過ぎない。ビロビジャンは以下の都市と姉妹都市協定を締結している。ありがとうございます。